リと水田の知ってもらいましょう。今日も始まるよ、爽やかな青空。寝坊して FM つければ真面目で抜けてるね。神じゃないよ。滑って笑かす三井。役者だけどね。二人のトークが絡み合う三井と水沢 MM ショー。はい、三井と水沢の知ってもらいましょう。はい、始まりました。今回で12回目になります。はいそうですね、今回は相方の、三井さんがね、今日はちょっとショー の舞台がありまして、はい、それで今回は僕一人で久しぶりの一人 MC をやらせていただきます。ちょっといつもは三井さんがリードしてやってくれてるんですけど、もう今回は僕がもう本当頑張ってなんとか盛り上げたいっていう、三井さんと僕全然キャラクター違うんですけど、でも頑張って今日は盛り上げたいなっていうことで、はい、やらせていただきます。はい、12回目です。はい、じゃあまずは番組の紹介をいたします。番組紹介じゃないやごめんなさい。よし、はい、まずこちらですね。はい、こちらトレイルフィッシュ、こちらの黒いものを置いておりまして、はい、低濃度オゾン層を発生していて、そのもうコロナ対策を万全にこちらの、はい、壁もあります、壁っていうかここにありますけどね、こちらでウイルス対策を万全で、努めております。はい、じゃ安全にやってますよ、ちゃんと。もう、はい、宿泊施設やもうね、喫煙スペースも応用しながらやっております。はい、もういつも喋ってますよで、鳥越アズーリは、こちらですね、ネット型のラジオテレビで皆さんの会員の募集中であります。番組の応援の会っていうのがありまして、はい、こちらの特典が、生放送の見学の、はい、抽選、あとは応援する番組の MC とのイベント、僕と三井と水沢の番組もそうですし、他の番組もあります。そちらの MC とのイベント、あと生放送中のテレビ電話もこちら抽選で、こちらも本当に会員募集中でありますので、詳しくはこの鳥越あずりのこちらの、はい、こちらのメールアドレスにお問い合わせをください。はい、ありがとうございます。はい、もうこちらもありますね。こちらの鳥越あずりについて、ネットでも鳥越あずりと検索していただければ、皆さんの情報を、本当にいろんな番組がありますので、その応援する、ね、方を応援するね、番組を本当にどんどん支援していただければ、僕たちもすごい嬉しいです。はい、で、僕たちも、三井と水沢の知ってもらいましょう、番組スポンサー募集中であります。はい。で、もう本当に今年の2月から始まって12回目で、もうどんどんさまざまなことをどんどん知ってもらいたいため、いろんな企業の方や、いろんなエンタメの方をお招きして、もう皆さんにいろんな情報を提供して、こういう活動をやってますよっていう方をどんどんお招きして応援していきたいと思います。で、やっぱりスポンサーがついていただければ僕たちの番組も全然箔がついて、どんどんすごい方をお呼びできるようになるので、どうか応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。では早速、もう本当に久しぶりの本当にね、一人 MC なんで、すごいもう緊張しております。もうね、ちょっと汗びっしょですが頑張ります。はい、で最初の一人目は、じゃあこちらの方が気になると思います。ゼロ層、はい、こちらのそれぞれの本があるんですけど、何のことやらっていう感じですよね。ではまずその一人目のゲスト、近藤純一さんに、ご登場いただきます。はい、ではどうぞ。はい、一人目のゲスト、近藤純一さんでございます。はじめまして。どうも、はじめまして。はじめまして。本当に、こういう形でちょっと頑張らせていただきますので、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、まず、はい、近藤さんのその自己紹介をお願いいたします。はい。はい、ちょっと本がこう並んでますけど、はい。一番
左のこれがゼロ層と、はい、ゼロ層、はい、ゼロ層ってどういう意味でしょうか、はい、これゼロ層ってまあ聞いたことないと思うんですけど、はいはい、まあ、まずじゃあ僕は何者なのか、近藤純一は何者なのかっていうところなんですけど、はい、まあ、お葬式屋さん、はいはい、分かりますよね、はい、お葬式屋さん、はい、じゃあ葬儀屋さん、葬儀屋さん、葬儀屋さん、はい、まあ、分かりますよね、はい、分かります、まあ、同じですよ、はい、まあ、それなんですけど、はい、そのお葬式屋さんってじゃあ何する、仕事何してんのっていうと、はい、まあ、お葬式のっていうイベントを、はい、まあ、やってるというか、はい、まあ、主役はその家族ですけど、はい、お手伝いしてるわけですよね、あ、まあ、弔いのですよね、弔いというか、うん、まあ、弔いというか、はい、お葬式のお通夜とか、はい、お通夜とかお葬式とかの、はい、まあ、手伝いしてるんですよね、はい、その、はい、亡くなった、はい、方のいるお家の人の、うんうんうん、なんですけど、はい、まあ、ゼロ層のゼロ、はい、お葬式 いいですとなくても、うん、お墓もなくてもいいですと、うん、というちょっと真逆な考え方の、はい、まあ、普通の葬儀もねやれって言えばやれるんですよ、うん、昔からやってるんで、はい、うん、ただ2014年に、はい、まあ、この本が出まして、はい、この写真に出てるね、はい、この島田博美先生っていうね、はい、宗教学者の先生が、はい、まあ、この本を書くときに、はい、書くときに僕もいろいろ取材したりお手伝いしたんですよ、はい、その時に、はい、お一人様って聞いたことありますか、まあ、その身寄りがないというか、あの家族がいないとか、まあ、何らかの形でやっぱ孤立しちゃった方とか、うん、そ、まあ、その簡単に言うと僕お一人様なんですよ、はい、まず嫁がいない、あ、はい、子供もいない、はい、要はバツイチとかでもな、まあ、バツイチの人もいるかもしれないですけど、はい、まあ、僕まあ子供もいなくて結婚もしたことない、はい、で一人っ子なんですよね、うんうん、はい、兄弟もいない、うん、で親ももう亡くなっちゃっていない、はいはい、これで一人暮らし、はい、ね、彼女と住んでるとかでもなく、うんうんうん、友達と住んでるでもなく、はい、一人暮らし、はい、お一人様って言います、はい、でお一人様が死にますよね、うん、例えば僕は死にますよね、はい、まあ、5年後か10年後か100年、あ、100年はない、ね、100年はないですけどね、まあ、10年後とか20年後とか、いやいや、もう、まあ、死んだ時に、はい、子供がいないと、うん、じゃあ僕のお墓を作っても、うん、誰がそのお墓をね管理するか、例えばお墓参りは、うん、仮に僕の友達が、はい、今日友達になったとしたらね、はい、今日友達になりましょうよ、この後打ち上げで友達になったら、はい、僕が亡くなったらお墓参りは来てくれるかもしれないけど、はい、じゃあそのお墓を管理して例えばその霊園なり、うん、お寺なりにね、はい、その管理料を払ったり、はい、お墓を掃除したり、うん、そういう人っていないじゃないですか、まあ、そうですよね、うん、はい、で仮にお葬式をしたとしても、はい、誰来るのと、うん、まあ、友達もしかしたら来るかもしれないですけど、はい、その血縁のある人、はい、親兄弟とか子供とか、うん、誰も来ないですよね、うんうん、でそんなお一人様っていう人が、まあ、世の中にどんどん増えてるんですよ、わかりますよね、まあ、そうですよね、うん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 、もういろんなやっぱ経済もやっぱどんどん破綻してるし、うんうん、やっぱりいろんなものがやっぱ狂ってきて、やっぱ家族構成もどんどんやっぱ変わってきたりとかして、うん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 、でもまあ東日本と西日本ってもなんかやり方が全然違うっていう感じも昔聞いたことあるんですよ、うん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 、なんかあれですよね、仮想となんかあの、うん、あんま西、うん、なんか部分的にその仮想するっていうなんかありますよね、ちょっと詳しく全然わかんないんですけど、まあはい、ちょっとそれがどういうことかよく分かんないっていうか、はい、説明すると長いんで、はい、簡単に言うと、はい、簡単に言うと、はい、そのお葬式とか、はい、例えばお墓とか、はい、お葬式しないといけないと思ってるじゃないですか、みんな、まあ、やっぱ普通はまあまあそうですよね、で、まあ、火葬場、うん、みんなもう普通日本人ってみんな火葬するじゃないですか、はい、火葬したら骨が残るでしょ、はい、これ持って帰って、うん、どうすんのって言ったら墓建てるしか考えがないと思うんですよ、まあそうですね、普通はですよ、普通は、うん、ね、はい、でもどっかで捨てたら捕まっちゃいますよね捕まっちゃいます、だからそれを僕は
大丈夫、うん、方法、うん、お葬式もしなくてもお墓も建てなくても、はい、大丈夫なんだと、別に捕まったりしないんだと、うんうん、いうことを僕は広めたいんですよ。なるほど、だからゼロ層、うん、ゼロ層、ゼロ、まあ、ある意味、うんうん、もう何もないよ、うん、何もないとこから層に全然弔うこともいろいろできるよっていう感じの、でね、例えば迷惑かけたくないこの、まあその誰か亡くなって、はい、例えばその、まあ、レインさんが亡くなるじゃないですか、で友達になったじゃないですか今日、はいはい、したら別にその墓にその場所に行かなくても、はい、例えば何かでね、はい、なんかの例えば知り合った日とか、はい、誕生日とか、はい、亡くなった日とかなんか分かんないけど、そこにまあなんかこう思い出して、はい、まあ、仲間とね、あんなやついたよねとか、はい、飲み会するとか、うん、何でもできるじゃないですか、はい、でもこう日本ってもうお葬式しないとおかしいやつ、うん、墓に入れないとおかしいやつって思われがちなんですよ。まあまあそうですよね、うんうん、もうそれはちょっと礼儀にやっぱ重んじるような国なんで、うん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 、はい、でしょ、はい、でまあ一周忌とかね、うん、三回忌とかよく聞いたことあると思うんですよ、はい、でその法事、はい、それやんないと失礼でしょとか、はい、死んだ人に対して、はい、なんですかね、はい、成仏できないとか、うん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 、ちゃんとやんないと、はい、でお盆とかよくわからない多分実家とか、はい、昔なんかナスとかに割り箸刺して、うんうん、何してんだこれとか、ああ確かにもう子供頃全然思いましたよ、うん、本当に何の意味があるんだろうって、うん、あれ何の意味があるんでしょうっていうところをもう一回考えて、はい、本当に必要な人はやればいいんですよ、うん、うん、でまあ必要じゃないとか、はい、まあ、辛いそれをやることがね、はい、例えばお墓建てるのもお金すごいし、うん、まあ、大変じゃないですか、はい、で僕はそれを大丈夫、はい、うん、うん、な悪いことじゃない、うん、いや素晴らしいことっていう話を、はい、これをこの僕が作った言葉じゃないんですよ、はい、この島田先生が作った言葉なんですけど、お広めたいっていう感じです。この、はい、これを読んでもらえると、はい、いろいろあるんですよね。その今のお葬式がじゃあ、うん、いつ頃こういう形になって広まったとか、はい、そういう歴史みたいなのも、はい、な触れてるし、うん、いろんな意味があるんですよ。なるほど、いろんな意味があって、でもそれは絶対やらないといけないことでもない、うん、法律でもない、はい、要は慣習っていうんですかね、うんうん、だからもう一回考えてみようっていう話です。なるほど、ではすいません、はい、こちら活躍のホームページがありますので、はい、言ってますか、ホームページとか、あ、出た、うん、はい、皆さんご覧ください。こちら究極のシンプル層ゼロ層ですね、ご存知でしょうか。まあ、先ほども軽くご説明させていただいたんですけど、はい、で僕も本当初めて聞いてすごいなんか共感できるなっていうか、なんかこれ本当に広めたいなっていう、 ありがとうございます、はい、なりました、はい、でこれえなんか進むことできますか、できませんよか。はい、どう、あ、下、あ、そうですね、あ、下です、いろいろこのページ見ていただくと、はい、まあ、こう遺骨を引き取らない、うん、要は、はい、どういうことか、ゼロ層を一言で言うとどういうことかっていうと、はい、まあ、お葬式しない、うん、で墓建てない、うん、の前にそのお骨って、はい、遺骨、はい、火葬場から、まあ、骨を家族の人って持って帰らないといけないって思ってるじゃないですか、うん、まあ大抵はそうですね。それを持って帰らない、うん、もう火葬場で何とかしてもらう、うん、あの焼き切るってやつですか、まあ、なんか焼き切ってもいいし、うん、焼き切れなければ、うん、あの火葬場って、はい、まあ火葬するじゃないですか、はい、骨残るじゃないですか、はい、でまあじゃあ A さんが終わったら、うん、ちゃちゃっと掃除して、うん、次 B さんを火葬するじゃないですか、はい、で最後残るんですよどうしても、うん、まあ、言い方悪いとけどこうなんていうのカスっていうかね、うん、残るんですね、うん、はもうその残灰っていうんですかね、はい、それをまとめてまたその供養塔みたいなね、うん、そこにまとめて入れるところが、はい、大体火葬場あるんですよ、はい、うん、そこに要はそういうカスじゃなくて、はい、もう A さん その骨全部入れてくださいってことですよ、うん、へえ、なるほど、うん、そうすると家に持って帰るものがなくなるわけですよ、うん、イコール墓を建てる必要もなくなる。いや、まあ、ほんと全然聞いたことない、うん、
話でびっくりしてますとか、うん、はい、だからその骨なんですよ、ただの。まあまあまあ、でもいろんな思いがあって、そこにはなんか、ね、うん、人によっては魂が宿ってるとか、はい、いろんなことを言う人がいるんですけど、うんうん、墓が本当に建てたかったら別に墓建てりゃいいんですよ、うん、骨は別に火葬場から持って帰らなくても、はい、いいんじゃないでしょうかって話です。なるほど、うん、どうぞ、うん、はい、うん、で僕の、まあ、ここはいろいろ並んでるんですけど、はい、この真ん中に僕の活動みたいなのが全編書いてあるんじゃないけど、はい、ちょっと一部、うん、なんか170ページぐらいに僕のそのゼロ層と、はい、まあ、向き合ってる、戦ってるというか、うん、向き合ってることが書いてあります。こんな、やっぱなんか反対する人いるんですか、なんかちょっとは、なんかやっぱそれはちょっと多分100人いて、はい、火葬場から骨持って帰らないんだって言ったら、うん、90人ぐらいは嘘でしょそれって、おかしいでしょって思うんじゃないかなと思うんですよ、まあ、どうでしょう、どうでしょう。いや、まあ、まあ僕今30後半ですけど、うん、俺は別にいや大丈夫だと思うよっていう。例えばお父さんとかお母さんが亡くなって、はい、うん、兄弟いますか。兄弟います。でその兄弟の中で、はい、レインさんは別に火葬場から持って帰らなければ墓作んなくていいじゃんって言ったとしても、うん、他の兄弟がはぁおかしいでしょそれっていう人いるんじゃないかなと思うんですよ。いやいや、お前それ冷たいだろうとか、うん、お前なんだろうとか、ね、まあ、言われそうですね。僕は実際今、まあ、いるんですけどね。だからその近藤さんみたいなその立ち位置の方には、うんうん、まあ、賛同できると思われます多分僕は。だから僕は全員が日本国民1億2、3000万ですか、はい、これが全部ゼロ層やるなんて 100% 思ってなくて、うん、これにしないといろいろ辛いことがある人たちがこれにすることによってすっとその悩みが消えると思ってるんですね、うん、いろんな、うん、いや本当にそう思います俺も、うん、辛い状況の人いるじゃないですか。いろんなやり方もやっぱいろんなやり方本当変わってますんで、こういうやっぱゼロ層というやっぱその取り組み方もやっぱ絶対にやっぱ賛同してやっぱり絶対共感してもらえると僕は本当に絶対思ってます。なんか、うん、もう今の何でも やってみて、でもこれって2014年からやりもうやってるっていう感じですよね。結構じゃあちょっともう7年ぐらいは浸透してるっていう感じ、まあまあ、全体数からすればやっぱ少ないんですけど、はい、やっぱり徐々にね、うん、徐々に広がっていってるっていうところです。はい、それとあともう一つ僕はね今日言いたかったことがあってですね、はい、僕は墓いらないなんてちょっと前まで言ってたんですよ、うんうんうん、お葬式もいらない、墓いらないなんて言ってたんですけど、はい、ちょっと考え方が変わって、はい、その骨を入れる場所、うん、これが墓だとずっとみんな思ってるじゃないですか。僕も思ってたんです、はい、ただそれはそれ、うん、でも墓に骨なくても、はい、その墓っていうのはじゃあ何なんだっていうのをもう一回考え直したんですよ、うんうん、その時に墓は別にその三次元の墓っていうか石の墓っていうか、はい、あれじゃなくても、うん、ウェブ上、うん、例えば僕の今までの生き様とか、はい、あとはレインさんだったらなんか出演作とか、はい、そういうディスコグラフィーとかをウェブ上で残しておいて、うん、これが墓なんですと。墓参りに来るにはインターネットでつながって、うん、でここからお線香あげるとか、あー、AR とかね使って、はいはい、とかあとは、まあ、例えば花をあげるとか、うん、あとはメッセージを送るとか、家族の人に、遺族の人に、まあ、自分墓参り来ましたとか、こういうウェブ上の墓、はい、これ僕ガツンと先週ぐらい、先々週ぐらいかな、はい、刺さりまして、いや 俺も刺さりました、うん、なんかもう新しいことをやっぱ僕もどんどんやりたいっていうか、うん、まあやっぱり、まあ、本当にいろんな考え方がもう生まれてる中で、そういうやり方も僕も本当に合ってると思います、うん、本当に。だから最終一言で言うと、はい、骨を入れるとこが墓だと思ってたけど、うん、そうじゃなくて、はい、その人の ヒストリーうんうん、ね、僕が死んだ僕のヒストリーとか、うん、僕の家系図とか、もっと先祖のこととか、いやなんかロマンチックですね。なんかあと僕がまあバンドやってて、その曲とかを、はい、ね、僕が残した曲をそこに置く、うん、でお墓参りに来た人は、はい、まあ、スマホで来て、うんうんうん、あ、こんな曲作ってたんだみたいな、これ新しい墓だなと
これやりたいなと思ってるんですよ。はい、今日はこれで、はい。はい、あ、それがあの当日話したいっていうか、あ、まあ、もうね、はい、墓いらないって言ってたのがちょっと考え変わったんですよ、本当、はいはい、2週間ぐらい前に、はい、でこれをちょっと話したかったなと、うん、で墓、ウェブ上、インターネット上にある墓っていうのが今後いろいろ広がっていくんじゃないかなと思ってます。ウェブ上にある墓、うん、もう全然もう考えたことなかったですよ、うん、いやこれ画期的にやっぱ絶対広めるべきだなっていう感じに僕は本当に思います。本当に、はい、でも本当にシェアしてなんとか広めて僕も協力しますんで、はいはい、あとなんか YouTube が、うん、あの流していただければ近藤さんの活動 の、 あの動画が見れますので、はい、あなたにとってお墓は必要ですか。だからこの当時はまだ墓いるかいらないかとか言ってたんですけど、はい、うん、骨はね、はい、本当正直僕骨なんですよ、ただの、はい、だってケンタ食べて骨食べる人いないでしょ、骨捨てますよね、まあ、まあ捨てますね、焼き魚お魚捨てますよ、はい、骨なんですよ、お骨、お墓の心配しなくていい、火葬場に置いてきちゃう、うん、火葬場でもしくはもう焼き切ってしまう、うん、もうすべて機体にしてほしいっていう。火葬場の火も、火っていうかその装置ももうどん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 バージョンアップしてるというか、昔はやっぱどうしてもやっぱ残っちゃうっていうイメージがあったんですけど、今全然それがクリアっていうか、ただ火葬場のルールとしてやっぱ残すのがその火葬場の使命だと思ってらっしゃるんですよ、はい、残して骨を遺族の人に持って帰ってもらうと、それが火葬場の使命だと思ってらっしゃるから、技術的には期待にできてもしないっておっしゃられてました。いや勉強になるな、うん、本当にやっぱり自分はやっぱり、まあ、まだ30歳ですけど、やっぱり徐々に僕の周りも、うん、あと最近でも勝木監督って言いまして、はい、まあ、知り合いの監督いるんですけど、その方が高畑敦子さんとかそういう女優さんがキャスティングして「お就活」っていう映画もやってたんで、うん、やっぱりそのどん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 もう身近にあるものがいかに大切になるかとか、うん、まあ、こういう活動も絶対将来絶対必要だよっていう、改めてやっぱりその、まあ、昭和なじみのものからどん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 皆さんにお伝えするっていう映画が最近増えてきて、うん、お就活とか もう最近はなんかやっぱみんな周りやってます、やってますっていうか、これです、これですね、はい、就活、はい、ゆる就活、あの、はい、リクルートじゃないですよ、はい、就活ね、うんうん、これ終わりの就活、はい、終わりの、はい、はい、これもこのゼロ層のこの本を作るときに、はい、この著者 この奥山、はい、奥山、奥山明子さん、明子さん、はい、はい、この人も一緒に協力して、はい、今このゼロ層ができたんですけど、はい、ということでこの人も就活の本をたくさん出してらっしゃるんで、はい、でこれも3冊ともこれサイン書いてあるので、はい、著者の人の、ね、はい、著者の僕のサインじゃないですよ、著者の社員、はいはい、なんでこれを今日の視聴者さんの皆様にプレゼント、わー、ありがたい。いや僕も本当にじゃあ見たいなと思ってるんですよ、これ、これはじゃあこの3冊はじゃあ視聴者のプレゼントということで、そうですね、どうしようかな、これは鳥小屋釣りですかね、鳥小屋釣りのホームページか、もしくは三井と水さんの、まあ、知ってもらいましょうの、まあ、ツイッターとかもあるんですけど、そこに連絡していただければ、うん、僕らからのちょっと、はい、いきます、僕も急に言われたんでちょっと、そうだからレインさんのツイッターにツイートしてもらえばいいんじゃないですかね、はい、わかりました、はい、はい、ハッシュタグとかありますか、なんか、あ、ハッシュタグつけましょうかね、ゼロ層でいきますか、じゃあ、わかりました、はい、ゼロ層で、はい、はい、皆さんゼロ層よかったらちょっと検索してみてください、じゃあ僕のツイッターとかも出てきますね、きっとね、はい、はい、まあ本当今日終わったらもう皆さん の、 まあもう一人の二人目のゲストも本当に一生懸命宣伝して盛り上げてちょっとツイッターとか載せますので、後でちょっとまたよかったらいいねとかお願いいたします、はい。はい、じゃあ、はい、あと1分になっちゃったんですけど、はい、最後に皆さんにお伝えしたいことはありますか。最後はですね、はい、やっぱりその就活してほしいですよ、はい、これは早い、さっき30だから早いとか、はい、まあ60まで待とうかとか、うん、というよりも気が向いたらもうすぐやった方がいいですよ、本当いつ死ぬか分かんないですよ、確かに確かに、はい、本当に本当にそこ本当にいつ死ぬか分かんない、
ちょっとシーンとなっちゃいましたけど、全然、はい、全然本当ですよ。いや本当に今後のことですよ、皆さん、本当に大切なことだと思います、うん、本当に。いや本当にすごいまめな、本当に貴重なお話を、うん、もう近藤さんから聞いて、すごい僕も勉強になりました、うん、本当に。いや本当に今日はありがとうございました、本当に。はい、では後ほど、まあ、こちらは本当ツイートにあげますので、はい、はい、ありがとうございます、はい、近藤さん、はい、では次の2人目のゲストは、はい、この方でございます。はい、じゃあ2人目のゲストはリタ・ゴールディさん、はい、はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。本当に2人目、本当に本当にでも久しぶりですよね。そうですね、直接お会いするのって、あの、うん、2年前ぐらいですかね。そうですね、コロナ前でしたよね。コロナ前ですよね、うん、あのコロナ前に僕あのちょっと一度あのリタさんのショー、あの新宿ですね、そこに見に行ったんですよ。いやーもうすごい、もうすごい綺麗でセクシーな感じで踊っていましたね。ありがとうございます。恥ずかしいです、ね、今日はちゃんと普通の格好をしてきました、はい、まあまあそうですね。じゃあリタさん、よかったら自己紹介を皆さんにお願いします。はい、はい、東京を中心に日本全国、そして時々海外でも活動してます。すごいですね。えそんなことないです、はい、バーレスクダンサーのリタ・ゴールディと申します。どうぞよろしくお願いします、はい、お願いします。主にあれですね、もう俺は踊り子というか、そのバーレスクダンサーを中心に今まであのやってきたっていう感じですか。なんかそうですね、はい、10年ぐらい前にバーレスクダンサーになるぞっていう感じで、はい、なんかきっかけあったんですか。きっかけはもともとバーレスクを知ったのはもうネット検索がきっかけで、たまたま見つけたところから始まってるんですけど、はい、そこからもう見た瞬間にこれしかないと思ってしまってはい、まあ、それぞれあの、まあ、僕も芸能をやっぱ目指したきっかけ、やっぱ僕も最近僕も踊りを始めたんですよ。あ、そうなんですね。あの、まあ、本当にジャンル違うんですけど、うん、あのよくあの温泉の観光地とかで踊るような、うんうん、あの大衆演劇の、あーかっこいい、似合いそう。なんかあの本当にバッチリあの歌舞伎みたいなメイクして、あメイクもでかつらかぶって、あそうなんですね、ロン毛みたいになって、本当にあのいろんな演歌をバックに、うんうん、まあ、着物着て踊るっていう感じを。かっこいいですね、はい、でも本当にもう今年から始めたんで、うん、あ去年の10月ぐらいからちょっと始めて、うんうん、まあ僕もまあ舞台でまあ結構慣れてるんで、うんうん、まあ、多少は本当に振り付けを先生にやっぱ師匠がいて、うんうん、そこで学ばせていただいて、でも本当ね、本当今年去年からね、もうコロナになっちゃって、いろんなショーとかイベントの会場が何も使えなくなっちゃったっていう状況で、うんうんうん、本当に同じもう曲ですよ練習に当てるしかないですね、この空いた時間は。どうでした、そのやっぱコロナがやっぱりもう全然もう活動できない間は、やっぱりなんか己の修行というか、ね、はい、2020年 の、はい、あの最初の緊急事態宣言あったじゃないですか、はい、あの時ってやっぱりなんか世間が今よりもっと深刻だったんで、うん、本当に突然全てがなくなったって感じだったから、うん、やっぱりね、配信とかやってましたね。あ、うん、あとはあのバーレスクレッスンをもともと主催してたんで、はい、レッスンをこの機会にあの動画撮影して、うん、動画で販売できるようにしよう。ああ俺もなんか最近のリタさんの情報を見て、うん、はい、すごいなんかやっぱ行動力ありますね。いやなんか大変でした、慣れないことばっかりで、本当に僕も配信ちびちびやってたんですけど、はい、やっぱ配信ってちょっと嫌ですね。いやっていうかその慣れないというか、そうやったことないことに突然ね、うん、もうやらざるを得ないみたいな状況になって、でもやっぱりバッチリやっぱりその、うん、本当にスマホとかでもうここにやって、うん、まあ、いろんなビゴライブとかいろんな17ライブとかさまざまなものが今あるじゃないですか。ありますね。リタさんは何ライブやってるんですか、ね、ライブですか。個人的には17ライブをやってたんですけど、はい、あの自分のやってたお店ではツイキャスを店のアカウントとして出演したりとかしてましたね。はい、ね、ちょっといろんな、やっぱいろんなね、やっぱ僕たちエンタメは本当にいろんなことをね、もうやっぱ発信しないと終わっちゃうからね。試行錯誤でね、出してなんぼですからね。そう、出してもう本当すごい大変でね、で
やっぱりまあ徐々に今だんだんね、やっぱお客様もやっぱ 50% までは大丈夫ってね、うんうん、言ってるけど、いやーちょっと今本当盛り上がらないよね。そうですね、なんか前と同じようなことをやって、うん、人が楽しんでくれるのかっていう話ですよね、うんうん、結局はまあ以上、うん、でもねやっぱ日本の国も分かっていないんだよね分かってないよね、あの、うん、やっぱり上のねやっぱ政府の方々は本当エンタメの業界を本当分かってないというか、うん、まあ、間近に見てないんだろうなって。そうですね、まあ、舞台ステージをそもそも見に行く人って日本人の中で一体何人ぐらいいるんだろうっていつも思うんですけど、うん、やっぱりそんなにねなんかメジャーなこう余暇の楽しみ方ではないのかなっていうふうに一番思うので、はいはい、なかなかね上の人たちにもどういう風に応援していいか分かんないとは思われてると思います、ね、うん、海外はちゃんと応援してくるじゃないですかです、ね、エンタメとかその文化庁とかもあって、うん、それで、まあ、日本も文化庁あるんですけど海外ほどは全然やっぱその重荷に感じてくれないというか、まあ、でも試行錯誤いろいろな提案をしてもらってはいるなと思いますね、うん、協力金とかもありましたし、はい、こちらがどれだけ逆に歩み寄れるかじゃないんですけど、はい、ね、なんだろう、システムを理解してどれだけこう活用できるかみたいなのは、はい、もちろんこっちもやったことないことだからまた大変なんですけど、ね、考えさせられる1年間でしたね本当に。あと、うん、あの最近あのなんかすごいですね、銀河鉄道の、はい、なんかすごい、ね、その松本零士、うん、零士先生、はい、結構あの零士さんもあれですよね、なんかそのフランスのなんかそのアニメのサイトとか、うんうん、何でしたっけ、なんか結構何万人が集まるでしょう、何でしたっけ、結構戦隊ヒーローとかアニメの方が集まるようなフェスティバル的なのですか。まあ結構人気ですよね海外でも、はい、うん、その公演許可をいただきましたと。あ、そうなんです。これでも結構前なんですけど、はい、2014年にあの私がちょっと自分で個人的にやってみたかったショーとして、はい、銀河鉄道999のメーテルのショーを作ったんですよ、うん、はい、でそれをたまたま見てくださってたお客様がつながりで、うん、松本零士先生と知り合いっていう方がいらっしゃってそれでイベントを開催してくださって、はい、そこに零士先生ご本人をお招きして直々にショーを見ていただいて、すごい、公演許可をいただくっていう趣旨の会を開いてくださって、それがきっかけでしたね。あ、思い出した、ジャパンエキスポだ。あ、ジャパンエキスポだ。知ってます知ってます、全然出てこなかったけどまあ知り合いの戦隊ヒーローのやっぱ先輩とか、うん、あ、出た出た、あ、検索してくださってありがとうございます。もう鳥越あずりさんありがたいんですよ、やっぱ本当に、ね、とっさにパーってやっぱこのワイプで皆さんに分かるように説明してくれる出してくれるんですよ、サーチ能力が。そうそう、零士先生とこうツーショットを撮っていただいて、うん、一生の宝です。メーテルの格好してるんですね。そうです、はい、あ、なんか似てるね、似てますね顔のね、なんだ、長さだけ があとはもうまつげをいっぱいつけたりしてどうにか頑張ってるんですけど。これ何年前ですか、ね、これはね7年前です。結構前、7年前、でもね、未だにメーテルのショーはやらせていただいてます、年に2回ぐらい素晴らしい、ピコーンってピコーンって言いますねあ、拍手ありがとうございます、まあ、拍手あるんですよで、ヨーロッパのバーレスクコンペティション、はい、はい、こちら2020年に一般投票で1位獲得、はい、コロナ禍で、はい、あの本来であれば会場を借りてやってたような大きい海外のバーレスクのフェスティバルっていうんですか、コンペティションとかが中止になったり、はいはいはい、あとはあの映像の大会に切り替わったりしたんですよ。なのでオンライン出場っていうのを去年しまして、はい、去年と今年で合わせて3つの大会に出させていただいて、はい、そのうちの2つがあのコンテスト形式っていうか、はい、はい、なんか1位2位3位が決まるみたいなのがありまして、はい、2020年のワールドバーレスクゲームスっていう大会の方では、はい、あの入賞はできなかったんですけど、はい、一般投票というカテゴリーがありまして、うん、そっちの方で1位をいただきまして。いや、それでもすごいですよ、ね、ありがとうございます、拍手を。でもね、初めての試み、その大会もオンラインになったのは初めてだったし、うん、私もなんかこうコンテスト形式のオンラインの大会っていう経験が初だったんで。最近もアイドルもみんなその投票形式になってますよ ね、 うすね、うんうんうん、応援したいんだけど操作方法が分からないみんな言うんですよそう、結構難しくてそれをお客様に案内することがもう一個のハードルみたいな感じありますよね。いや俺らも説明しにくいですよね私も人のね投票してあげようと思った時にやっぱすごい
なんか聞かないと分かんなかったりとかして、なんかもうシンプルに昔みたいにその置き付けにするとか、うん、なんかこういう感じでそのまあいいねだけでね、やっぱりその、うん、あのよく人気とか分かるとか応援してるってこと分かるんですけど、うん、なんかやっぱりいちいち何かに登録してそこからやるのがそうなんです、ハードルが高い。しかもリタさんのファンって多分おじさまが多いかなってあのね、やっぱり英語っていうのがそもそもハードルで、うん、女性にとっても男性にとっても、うん、日本人の方って、はい、ね、英語すごいわかるよって方もいらっしゃるんですけど、はい、やっぱりほとんどの人は英語のサイトに何か登録すること自体が怖いっておっしゃるっていうところからだったんで、うん、はい、ね、そこから私に投票してくださいっていうのって結構、うんうん、これは大変だなと思いましたね。そうです、あの本当に応援ね、やっぱちょっと応援する仕組みを作ってくれる皆さん、うん、本当にちょっともうちょっと軽めにしてください。わかります。操作方法が、うん、操作方法が本当にわかんないんですよ。そう、紙に書いて名前書いて入れるとかがいいですね、うん、そうそう、それシンプルじゃないですか。なんかいや今の時代にのっとった令和のやりたね、やり方だと思うんですけどね。いやシンプルに投票所に行って鉛筆で名前書いて、そっちの方が多分ね、みんなもう入れてくれますよ。あと何だろう、僕気になってたんですけど、この写真集、はい、ありがとうございます、はい、ちょっとよかったら皆さんに軽くパラパラっと、はい、そうですね、ちょっと本立てから、はい、はい、これはね昨年末に活動10周年を迎えたので、はいはい、なんかその記念で出してみようみたいな感じで、見てください、バーコードとか何もない完全なる自費出版なんですけど、はい、私のバーレスク活動のなんだろう、ビジュアル面を主に知っていただける写真集をちょっと作りたいなと思って、過去にですね着てきた衣装とか、はい、作ったショーが写真で見れるよみたいな感じで、ちょっとこれなんか面白いページかなと思うんですけど、あ、表紙ありがとうございます。わー、すごいね。そうそうそう、いろんなね、ロケをしたりとか、スタジオで撮影したものをまとめました。はい、はい、写真家の小林優子さんという方に、ね、あ、女性の方なんですね、はい、撮影をしていただいて、うん、でヘアメイクも実はメイクは基本的には自分なんですけど、はい、この昔ながらのちょっと年代物の、分かりやすいのこれかな、うん、このねピンナップガールみたいなヘアスタイルというのは、うん、これはね自分ではすごい難しくて、うん、できないんですよ。これを千秋さんっていうねヘアメイクの方にセットしていただいて、この私の大好きな世界観を表現するためにですね、いろんな方に協力していただきまして完成しました。すごいね。これいつできたんですか。これはね昨年の12月から、はい、スタートしてます。いや写真集作るの大変ですよね。大変でした。もう、まあ、僕も 4冊作ったことが昔あったの、まあ、僕もやっぱその作ってもらって、うんうん、まあ本当に僕太っちゃったんですよ。そうなんですか。いや太っちゃったんですよ、ほら、うん、ほら太っちゃったんですよ。いや、わかんないですけど前はじゃあもっと細かったってことですか。5年前にその写真集を、まあ、4冊作ったんですよ、うんうんうん、まあ、なんとか、まあ、結構売れたんですよ。で当時は本当今より20キロぐらいやっぱり痩せてて、うん、そんなに変わったんですか。本当に僕それほど太っちゃったんですよ、うん、そうは見えないですね。5キロぐらいじゃなく太ったって言ってもって思ったけど違うんですね。まあお腹出てないんですけどね、うん、でもいや、まあ、全体的にふっくらちょっと筋肉じゃないですかそれ。もうありがたいな20キロも筋肉ですよきっと。まあ、いや本当にちょっと太っちゃったんですよ。うん、まあでもアクションとか舞台やるに対してはそんなに母とか言わないんですけど、うん、やっぱパッと見なんかやっぱ他のね、やっぱ綺麗なモデルさんとかと昔はいっぱいやっぱブライダルでやってたんですけど、うん、本当に自分がやっぱ太っちゃったので、はい、本当に今年のまあ本当9月頃からまあ徐々にちょっと一回役者業を離れるっていう。ああそうなんですね。なんかあの離れるというか、まあ、ちょくちょくやるんですけど。監督になるですかね。あのプロデュース業とか。プロデュース。うん、だから、うん、リタさんもほらプロデュースやってるじゃないですか。まあ一応なんか生徒さんとかの賞を作ったりとか、はいはい、なんかやってますねちょこちょこと。そういうなんかやっぱことなんかもう僕もなんかその、うん、まあやっぱコロナで、うん、やっぱお互いやっぱりいろんな環境とか取り組み方が変わったじゃないですか。変わりましたね考え方も、うんうん、だからまあ僕もちょっと一回俳優業もうほらやっぱお仕事待っても延期中止とか、うんうん、そうですね。結局ね延期って結構精神的ダメージになりますよね。でやっぱり一生懸命訓練してきたものがな、うん、それもうなんか、ね、延長ならいいんですけどそうです、ね、なくなっちゃったってやっぱ僕も結構いっぱいあったんですね、うんうん、でやっぱり僕やっぱちょっと最近僕も事務所を辞めて、うん、まあ、今個人でやってるんですけど、はい、まあ、結局個人なんで一切そのオファーもらったものがなくなったら収入なんないじゃないですか、うん、確かに保証がないですもんね。保証がないので、うん、だったらもうその保証を作る側というか自分でもう会社っていうかその主導権を握る立場に
ちょっと1年間頑張ってそっちの力をつけるためにちょっと俳優業を一回ちょっと全体的に離れてやってみようかなってちょっと思っちゃったんですよ、うん、でもそれもなんかいいですよね。新たなステップとしては楽しそう、すっごく。で、まあ、僕も舞台とか、まあ、映像とか、まあ、舞台も本当にもう何十年僕もやってきた人間なんで、うん、僕もなんかお芝居とかショーとかそういうのをプロデュースしてちょっと作って、うん、で、まあ、知ってるやっぱ演者とか仲間をちょっとなんとか、まあ、もちろんギャラ払うっていう形で、うんうん、そういう力を本当にもうつけて、まあ、一回ちょっと人生やってみてなんぼじゃないですか。そうですね、挑戦してみて、うんうん、まあ、そういう取り組み方を、まあね、やっぱり、まあ、リタさんも、まあ、賛同していただけるなら本当にいや素晴らしいと思います。過去のなんか自分のなんだろうやってきたことが活かせるステップじゃないですか、はい、次の、うん、なんかいいですよね、はい、うんうん、だからまあ本当にもうリタさんも今後ねやっぱどんな活動をこれから皆さんにちょっとお知らせしたいかっていうか、はい、うん、ちょっといいですか。はい、全然もう、はい、去年1年もすごく挑戦の1年だったんですけれども、はい、今年はですね新しくですねイベントを立ち上げました。はい、はい、ありがとうございます拍手もらっちゃった。6月の頭からですね、はい、ファンタスティックラウンジという名前のバーレスクをはじめとするさまざまなエンターテインメントが楽しめるイベントっていうのを、はい、実は住所非公開の完全会員制っていう形で始めました、うん、なんかありますでしょうか、はい、なんか、ね、画像とか、はい、あ、出ました、ありがとうございます。はい、皆さんこういう形でうわすごい、もう今月の出演者、綺麗な妖艶な、ね、もう怪しい雰囲気がブンブンと怪しい雰囲気ですからそうなんです。結構ね毎月ゲストさんを呼びしたりレギュラーメンバーと一緒にね出演したりとかで、はい、いろいろ、はい、人がだんだん増えたりとかしながらもやっております、はい、でゆくゆくは自分のお店をオープンすることを目標にしてるんですけど、はい、ただ準備にね時間がかかりますので、その間もやっぱり引き続きずっとバーレスクショーを楽しんでいただける場を作っておきたいなっていうことで始めました。僕も自分でお店を開くっていう目標ができてるんですよ、はい、あ、すごいですね。まあ、スナック、うん、ちょっと、まあ、スナックをちょっと立てようかなと思ってて。スナックレインですか。レインじゃなくて名前は考えますか。スナックレンレンってレンレンっていう名前で、うん、ちょっと立ち上げようかなと思ってて。あ、いいですね。まあ、1年後になるんですけど、うん、まあ、今これから資金調達したりとか、うん、まあ後でちょっと、まあ、言うんですけど、はい、まあ、やっぱクラウドファンディングとかキャンプファイアを、うん、まあ、活用しながら、うんうん、あとはまあ物件とかいろんなものをやっぱその、まあ、調べて。今がチャンスですよ、物件は。うん、でまあそういうことを、はい、まあ、ちょっとエンタメで、まあ、本当に そんなバカでかいねやっぱその広場っていう、うん、その家賃やっぱりめちゃかかっちゃうので、うんうん、まあ、多少本当皆さんがたしなめるような、うん、まあ、小さい場所でも作って、うん、まあ、軽く皆さんが踊れるスペースもやっぱ、うん、素晴らしい。だから、うん、まあ、リタさんも本当によかったら。あ、いいんですか。いいんですよ、はい、じゃあ私から手を挙げときますありがとうございます。ください、はい、まあ、そういうものをちょっとまあ作り上げる予定なんで、はい、うん、だからもう来年くっそ忙しいです。それ、あ、そうですね、充実しそうですね。や、自ら忙しくしてます。わかります。もうね忙しくするしかないですよね、うん、このご時世だし、うん、ピンポンピンポーンって、はい、だからねちょっと本当にあとちょっとまあもう一つちょっと、まあ、残念っていうかもうありがたいっていう話もあるんですよ、リタさんにとって。何ですか。いや、俺はリタさん、うん、8月の9日に あれですね、新宿の歌舞伎町の老舗のクラバイですか。はい、アイ本店ですね。アイ本店のクラブ、クラブさん、はい、はい、そこでバーレスクとバーレスクバーレスクとボーイレスクですね。あ、ボーイレスクだ。ボーイレスクです。メンズがやるバーレスクのことですね。はい、はい、そのショーがあったんですけど、はい、完売ですよね。そうですね、はい、歌舞伎町でバーレスクとボーイレスクが、はい、なんとホストクラブで楽しめるよっていうね。なんか最近なんかそのクラブアイ新しくなったんですよね、うん、クラブアイは前あった大きいところを、うん、改装だったっけな、うん、建物の老朽化で今お引越しをされて別の会場になってます。はい、こちらのカブレスクっていうねイベントです。はい、まあ、完売ですけど、うん、まあ、本当にこういうもう愛さんのリタさんのツイッターでも告知してるんですけど、うん、本当ねもうリタさんこれからすごいバン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 アクション起こしそうですね。はいアクション俳優並みにもう体、あ、そうだ、もう時間ないから、なんかちょっと軽くでもいいので、そのリタさんの活動の YouTube をよかったら皆さんに軽くでちょっと見せていただければいいなというか。ありがとうございます。お、出た出た、コロナ前の、はいはい、大きな会場でイベントがあった時なんですね。
お客さんの声とか入ってるけど全然全然大丈夫ですこれは、これ海外ですか？これ日本です。あ、日本ですか？はい、ウグイス谷のキネマクラブっていう会場です、はい、大きいとこですね。ね、なんかそうなんですよね、2階、2フロア、3フロア分ぐらいの高さの天井があるんでね、はい、うん、こういう抜けてるね、広い会場でやるとやっぱり気持ちいいですよね。なんか俺もちょっと、あの、僕も踊りやってるんで、はい、何かしらバーレスクみたいなこともちょっと挑戦してみたいなって。え、やってみます？メンズのバーレスク。だから僕20キロ痩せますんで。あ、本当ですか？だからムキムキにし、ムキキというか細マッチョっていうか、細マッチョで。それをやりたいなと思いまして。はい、その時はぜひ、あの、プロデュースさせてください。ありがとうございます。わあ、もうほら、もう、お仕事の話しちゃいましたよ。そうですね、もうね、打ち合わせみたいになってますよ、だんだん。打ち合わせ。まあちょっと楽しみにしてください。なんか本当に、はい、レインさんのボーイレスク私も楽しみにしてます。こういうショーですね、ファッションショーしかやったことないんですよ。あ、こういうちょっとラーメンがある、はい、はい、なるほど。うわ、脱いでいっちゃうんでね、衣装をだんだんとだんだん際どく際どく、本当に見えそうで見えないっていうこのね、境目、ね、男にとってなんか なんかデッドラインみたいな男うーんってもう我慢するようなそれですよね。まあ簡単に言えば、ね、あとやっぱり衣装とかなんかテーマとかが人によって全く違うのがバーレスクの面白いところ。ほら、はい、お尻がこれ大丈夫ですか、放送的に？大丈夫です、ギリギリ大丈夫ですか？もう皆さんね、いろんな方が鳥小屋ずりいますので、はい、似たような方もいますので、ね、本当によかったです。もうプロレスラーがいっぱいいるんですよ。あ、本当にプロレスラーの方もメインで、あと本当著名人もいっぱい来るような鳥小屋ずりなので、うん、やっぱぶっちゃけてなんぼっていうスタイルもありますからね。確かに本当にそんな隠し事したりとかもつまんないっていう番組は本当にやりたくないので、うんうん、はい、もう全然出しちゃってください。ありがとうございますよし、じゃあここまでにします。ありがとうございます。はい、ほらすごい、もうなんかすごい、なんかディズニーの本当にお嬢様みたいな、プリンセスみたいな。あ、そうですね、なんか衣装がねぶわっと広がっていやすごいな、もう目が離せないもう方ですよ、リタさんは本当にありがとうございます。同じやっぱ娯楽というか、本当にそういうエンタメで、うん、本当にお客様を笑顔にするっていう立ち位置をやっぱずっとキープしていく。でも本当にすごいやっぱ辛い状況でありますが、うん、まあ僕ももうこれからどん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 他の道もやっていきますし、まあいずれ絶対にね、日本って狭いんで絶対共演とかありえます。ありますね、絶対あります、はい、だから共演しましょう。ぜひよろしくお願いしますね。じゃあじゃあリッターさん、じゃあ皆さんに今後のまあ告知とか何かありますか？なんか、はい、はい、そうですね、じゃあ私がやっている土日の会員制イベントファンタスティックラウンジは今後ちょっと会員様の募集枠を広げていこうと思ってます、はい、SNS フォロー、リツイート、いいねで会員様になれるよっていう企画をこれからスタートするので、はい、バーレスクショーを見てみたいなと、至近距離でエンターテインメント楽しみたいなという方はね、ぜひ私のツイッターアカウント、そしてファンタスティックラウンジのツイッターアカウントをチェックしていただけると嬉しいです。ありがとうございます。じゃあ皆さん今後の活躍期待して、はい、はい、もう僕も一生懸命応援しますので。ありがとうございます、はい、いやもうね、うわ、いっぱい YouTube ありますよ皆さん。あ、 YouTube ありがとうございます。こんな感じでリタさんや本当に皆さんのね活躍ぶりがどん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 していただけると思います。はい、はい、もう、まあ、僕もこの中で昨日ちょっと3個くらい挑戦して、あ、見ました、ありがとうございます、嬉しい、はい、本当にもっといっぱいアップしないとですねこれしか今とりあえずこれだけって感じですか？そうですね、今はねこれだけですね、うん、外に出してるのは、はい、あとはツイッターとかに写真とか動画はちょこちょこ載せてるので、はい、あ、こっちはインスタです、はい、インスタも載せてます。わかりました。これをね見ていただけるといろいろ最新情報が出てくると思いますので、もうリタさんに憧れてね、はい、そういうもうこういう踊りをやりたいっていう方もどんどん増えてくると思います絶対に。動画レッスンもやってます、対面レッスンもやってます、ぜひね、はい、はい、もちろんデビューの場も用意してますので、はい、はい、問い合わせください。ありがとうございます。じゃあ本日の2人目のゲスト、リタさんでした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございます。いや、ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあそちらをお持ちいただいて、はい、はい、じゃあこっちから、はい、失礼します。ありがとうございます。ありがとうございます。はい。はい、こんな感じで僕 MC 頑張りました。もう三井さんの大切さ分かりました。三井さんってやっぱすごいんだな。もう僕よりやっぱもう9年先輩なんで本当にトーク力がうまいな。うん。
やっぱ水井さんが相方で、やっぱりそのトークの切り出し方とか、本当にね、やっぱ僕一人だとやっぱテンションの違いますよね。本当に僕は本当にね、まあ、今後いろんな方とも本当にコラボしたりとか、まあ、いろんな業種の方もコラボして、どん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 自分を高めてね、もうまあやっていきますので、この三井と水井さんの知ってもらいましょう。もう今回もまた8月にもすごいゲストをお招きして用意しております。はい、ありがとうございます。では本当に次は三井さんいますからね。本当に今日は僕は自分で頑張ったと思います。もうこれが僕の限界です。限界じゃないけどもねじゃあ最後に、ちょっと軽くモノマネします。じゃあ北斗の拳のアメーバ、俺は天才だ。はい、こんな感じであります。では、水と水沢12回目終わります。ありがとうございます。